はいどうも、えー、それではですねこのアナログエクスペリエンスザ・ラボラトリーのこの61件のキーボードこれを紹介したいと思いますね。まずハードウェアとしてのこのザ・ラボラトリー61件この完成度のすごさで61件なのにねこうコンパクトにまとまってますねこれは素晴らしいです。 えー、ピッチベンドとモジュレーションホイールがこの上にあるんで、えーまあ、本来ここ横についてたりするんですけどこれは上にあるんで、まあ、コンパクトにまとまってますねでなんといってもほら横のサイドの木がリアルウッドですからねこれ何だってでね質感が素晴らしいあのプラスチック製じゃないですからねこれあのー、でねこれ持つとね重たいんですこれが重たいこれね非常に重要です この重たいということはイコール安定してるってことですねこうセッティングした時にこれはすごい重要ですねガーッて引いた時に軽すぎて前に行ったりとかね、えー、しちゃ大変ですからそういう面ではねとてもいいと思いますねさてハードウェアとしての質感で非常に重要なこのノブとかスライダーとかこのようなパッドとか。 えー、この辺はですね非常にセンシティブに、えー、かつ、えーね、ダイナミックに動くように設計されてますねとても良いですもちろん鍵盤もこれ鍵盤がね、えー、普通にも,もちろんイニシャルタッチタッチの強弱でも反応しますしアフタータッチといって押し込んでからのこうね、えー、音の変化とか変調っていうのをかけることもできますこのクオリティのマスターキーボードってやっぱり 必須ですね、えー、やっぱりいろんなシーンでもちろん DAW 使う人もソフトシンセ使う人も、えーねえー、やはりこれくらいの機能とやっぱりクオリティがないと心もとないもんねやっぱりいいキーボードでいい音を弾くこれはね必須です絶対そうですね、えー、ということでコンピューターとの直結はもうもちろんこの、えー、USB ケーブルをそのままつなぐだけですからもう本当に手軽ですねもちろんサスティンペダルも使いますし でえー、今出てるこの「ラボラトリーのソフトウェアとのマッチングたるや」これはねもう見ての通り全く一緒です。ノブの数とかスライダーの数とかパッドの数とか。で何、えー、と言ってもね素晴らしいのがここのねカテゴリーとプリセットのところなんだけどもここをねちょっと動かしますねこう今カテゴリーって動かしてますけど当然ここでカテゴリーを動かすことで。 こういろいろセレクトできたりするわけですねこうやってでプリセットのところでこの下のプリセットをこうやって選択できるわけですよこうやってわかりますかねで気にね自分の好きなところでこうポンって選んでやるとその音に変わるとこのね、えー、素晴らしい設計ですねまあロータリーエンコーダーですけどでもちろんここで、ね、ボリュームが変わりますねもちろんねトスタにボリュームを上げたり下げたりすることもできます。 ここが非常に便利で全部で10個のですねシーンというかこの音色を、えー、ここでメモライズすることができるんで瞬時に自分の気に入った投稿をね、えー、切り替えることができるもちろん DAW 使ってる人はシーケンサーの、ね、スタートストップとかレコーディングとか早起きで巻き戻し、ねえー、リピートっていうことも全部できますね、えー、本当によくできてる、えー マスターキーボードとしても最適もう私ももちろん愛用してますけどね、えー、このアナログエクスペリエンスザラボラトリーグロシイ件ぜひ使ってみてください。